釣り堀が欲しいね。施設っぽい。中身に？中に。敷地が長い。長い。どこに作る？それなぁ、どうしよっかなぁ。まあ入ってきて最初に釣り堀なんかな。違うかな。ここ側をさ、なんか見通せる壁をこの側に消すみたいにしてさ、上に何糸を垂らせるみたいな風にして、2階建て構造というかさ。ああ、お前はしてちゃう。ガラスがいっぱい強いや、これは。カマみたいなやつでやるんだよな。はいはい、かまどできました。砂を焼くと、ガラスだ。このどう作っていくかっていう、その構想を立てて、どんどん工事していってほしいな。なるほどな。埋めてきゃいいわけだ。棒って燃える？棒燃えるんじゃなかったかな。いや燃えない。大概燃えた気がするけどね。どう？木材でやった方がいいんかな。いや、しもちゃん、現場監督中申し訳ないんだけど。はあ。しもやか、ちょっと大量にさ、燃料が欲しい。燃やすためのね。うん。たくさんのかまどのに火をくべる燃料が欲しい。おお。効率のいい。効率のいいね。今木を取ってきてんけど。うん。棒にするか原木にするか。どうしようかなっていう話をしてたよ。めっちゃいい方法があると思うんだけど、マグマとかは使えないの？みんな。おお。あれはダメなの？あれってなんかこうマグマ流し込むってことここに。そう。そういうわけにはいかないんだ、あれは。普通さ、実生活で一番こう燃焼するために使うやつっつったら何？ガス。まあガスだね。こうあれだね、炭だよね。ああはい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 。炭を作るにはどうしたらいいのかっていう話よ。あれだろ、木を燃やすんだろ。おお。来た。ということは。あ、わかった。木で木を燃やすんだ、このかまどを使って。木の上に木だ。あ、何も起きません。かまどに木を燃やそうと思って。真正面に立ちすぎやって。いいね、そこのかまど。もうちょい下がって。すいません。木に木をやるんじゃないんだ。まあ、木に木をやるねんけど、木っていろいろ種類あるわけじゃないですか。はあ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 。木のいろんな種類があるから、この木じゃダメってこと？アカシアじゃダメってこと？ということでもない。わかった。はい、いろいろ、いろいろやってみ。うん。トンチか？あ、わかったかも。あれだわ。多分木じゃ燃えないんだろ。棒だろ。多分棒を作って、その棒を燃やすんだな。はい、来た。焚き火みたいな感じ、焚き火みたいな感じですっげえ効率がいいみたいな感じになるから、棒を入れて上に木で全然燃えない。なんで？逆、あ、分かった。棒が炭になるんだ、形的に。じゃ逆だ、違うわ、全然燃えない。惜しい。なんで？え、棒で棒か？全然だわ。え、なんで？かまどびくともせんが。俺の考え方が違うのか。棒じゃないから、うん、一番最初にね、その棒を作るときに言ったやろ、木はこういう種類とこういう種類があることを覚えてくださいっつって。ほう、うん、ね、あー、そういうことか。原木じゃないとダメなんだ。お、木材じゃダメなんだ。木材に加工されたやつじゃ作れないんだ。だから原木をこうやると全、あ、燃えた。あ、おお、おお、さあ何ができるかな。じゃーん。木炭。やったね。やったじゃん。へえ。でこれをこう入れると、お、めっちゃ燃えてるよ。うん、お、長いこと燃えるってこと、これで。この火のマークあるやん。燃えてる。これのゲージが一番下までいっちゃうと、もう燃料なくなっちゃいましたっていうことなの。あ、ずっとあるわ。すげえ、こうこうと燃えてる。ガラス張ってみるか。うん。あ、なるほど。そうすんのね。え、そっちなんや。え、こういうことじゃない。そっちなんや、ね。ここに沿って反応がとったけど、こういくんだ。そう。俺もここに沿るんだ。あ、しもちゃんに任せるわ。うん。あ、助け、ちょ、あ、やべ。何してんの。もう俺どんな思いで納品してると思ってるんですか？なあ。もうなあ。
なあ。いや、操作ミスはあるだろう。いや、ミスしすぎやろ、もうちょいさ。あ、もういいね。ちまやか、ちまやかどうするん、この後。あ、そっか、これ出れないやんけ。やべえ。閉じ込められてるけど。とりあえず、こっち開けるか。ここ開けて。あ、なんか置いた。あ、取っちゃった。あ、やべ、間違ってる、外れちゃった。何してるお前。なあ、せっかく開けたとこに。なあ、水槽だから水を次は入れなあかんやん。うん、流し込まない、ね、どうやって流し込む？これどうすんの？水を流し込むなら、まあまずどこで釣りをするかみたいなのも、上部分も作らないね。そうだね。そしたら2回作る？ここ。そうですね。こういう感じや、つまり。あー、なるほど。何してんの？え、どうした？ちょちょ、何してんの本当に。え、ちょっと待って、クラゲ何？え、びっくりしたんだけど、本当怖。え、助けて、ちょっとみんな、クラゲが。ちょっとクラゲさん、何なんすか本当に。え、ちょっとやめてくださいよ。ちょ、いや、あの人が立ってるところの足元を掘ったらどうなるのかなって好奇心が湧いたから、試してみようと思って試してみたら落ちたから、落ちるんだと思って。前回で十分、それはもう通過した。ほんま落ちるんやって言って。これ結構ビクンってしたんやから。ほんましょうもない、幼稚園児みたいないたずらすんな。水を入れていくねんけど、直接川から引くわけではございません。なんと川の水を汲んできて、この中に入れていくと。汲めるんだ。そうそうそう。で、水を汲むためにはバケツっていうのが必要なんやけど。はい。バケツは何でできてると思う？木。プラスバケツってか大きいやけどな、もう。プラスチック、プラスチックだろ。もうちょい間ないよお前。木とプラスチックの間ってな、石か石か石。石のバケツって見たことある？俺は見たことないよ。あ、鉄だ。鉄だ、鉄だ。そう。鉄でね、バケツは作らなきゃいけないんですよ。はいはい。で、鉄ってどっから持ってくるかっていうと、はい。ね、今我々がこうやって掘ってたでしょ、いっぱい。うん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 。この中に鉄がたまにあるよと。へえ、あ、鉄はもう取るしか、掘るしかないんだ。掘って取りに行くしかないんだ。掘るしかない。だから、掘って当てて、鉄。奥の方に明かりつけてもらって。いいね、洞窟探検だ。おすげえ、よし、探検しよう。出口だけど。あれ？出口だけど。ちょっとみんな見て見て。これほら。あ、これが鉄なんだ。取ってみしてもやか。おい。鉄鉱石。おーい。おい。これはいっぱいかき集めると。そう、それがね、あと1個あればいいわ。うん。結構レアなアイテムの鉄鉱石って。そうでもないんじゃない？おらしもちゃん見てごらん、こっち。あった。こんなことができるね、掘り方によって。おー、階段みたいに。そうでしょ。だこれを応用すれば、しもちゃんが言ってた。あ、ちょ、螺旋階段ができるわけだ。そうだ。何を普通に会話進めとんの。あ、あったわ。あ、あった。あ、あった。お、あ、いっぱいじゃ取っといた方がいいんじゃない。バケツ作ってよ。あ、その前にあれだ、鉄だ。鉄鉱石を使い、多分鉄のインゴットを作る。あ、で、え、できない。え、あー、かまどか。鉱石を、じゃあ、なんか炙ってみるみたいな。え、鉄鉱石をどうしたら鉄の根ができるの？待って、もう鉄鉱石からできるの、バケツって。だって石だもん、これは。鉱石固めてバケツできるわけないやん。俺じゃまだただの石だからね。そうでしょ。この石をなんとかして、そのバケツに加工できるようなものにまずする必要があるわけだ。あ、火つけてくれてありがとう。ああ、やっぱりそう加熱するんだ。ごめん、やってもた。いや、全然。そうだろうなと思ってたから。いや、お前さっきできないなとか言ってなかった。で、燃えると何ができるの？鉄のインゴット。さあ、そして？この鉄のインゴットを使い、バケツを作ると。俺は鉄のインゴット3個でできるって言いました。3個を使ってバケツの形を作るってことやな、きっと。
うん、ほら作れ。怖いよ。ハサミができたぞみんな。もう見て、もうめっちゃもうこう貴重な鉄が。あちょっと待って、でもハサミは、ハサミは必要なもん。ちょハサミは必要なもんだろう。何に必要ね、何に必要やね今。いやなんか布をちょっとなんか布を作って、一人一回殺していいで、ちょああ、何が必要やねんお前。インゴットください、インゴットください。よう言うなお前、ハサミ作っといてインゴットくださいって。おちょっと2個しかねえんだけど、おいもう一個、あとハサミ返せよ、あとハサミ返せよ、俺が作ったハサミ。誰でハサミ取ったやつ。返せってないやねん。お前さ、みんなで掘った資源でさ、無駄なもん作って返せってお前よう言えたな。いや、今後ハサミ使うことになるかもしれないから、その前段階としてハサミは。なんで先に必要なもん作らずにさ、その無駄なもん作らん。ごめんなさいって言って、ほんまに。ごめんなさいって言えよ、早く。ほんまに言って。なあ。なんで謝らんのお前。ずーっとなんで謝らんのお前。何キョロキョロ見てんのこいつ。はい。やめてください、本当に。お前の好みの鉄のインゴットで殴ったるわ。いや、やめてください。お前のほら、これが欲しいんやろ。分かった。ごめんなさい。本当にごめんなさい。みんなにちゃんと謝って。すいませんでした、岩切りくん。ごめんなさい。クラリさん、すいませんでした。ああ、そうやろ。じゃあ、バケツ作ろう、みんな。知らないよ、もう、お前。知らないよ。怖いよー。あ、みんなバケツが、バケツが。今バケツできるとこだったのに、おい。バケツできた。バケツできたぞ。できた。やった。できた。これは水を普通に持ってくればいいのね。おい、水でバケツになったぞ。空いてるね、ここ。これ、そうやね。ここ空いてるから、ダダ漏れしちゃうやろ。わ。すごいよ、こんな。え、これどうなの？やってくれたな。え、これどうなの？これどうなの？え、これどうなの？な、お前何してんの？秘密基地水浸しか。なあ、めちゃくちゃやもん。うわ、もうなんだお前。最低やな、お前。違う、操作ミスじゃん。え、なんなん、操作ミスばっかやな、お前。なんとかしろよ、お前。早くなんとかしろよ、見てないで。いや、なんで本年したおい。何してんねんな、早せえや。めっちゃ焦らせるやん。今からじゃん、やろうと思ってたの。え、何してんねん。なんでお前、何がしたいねん。なあ。お前、何がしたいねん、お前。自分のことやばい、やばい、やばい。すべてのことから逃げようとしたのに、やめて。なあ。何してんの、え、何してんのお前、ほんまに。あいつ俺らを引き目にしてどっか行ったぞ。3人で機密基地作ろっか。ミッチも、うん、あいつ逃げ出したし、ほっとこうぜ。なんかガラス割れる音してんけど、嫌な予感すんねんけど。なんか前におんねんけど。ごめん、みんな、ほんとすみませんでした。あの、心入れ替えたので、もう一度一緒にやってください。すんなや。いや、ちょっとあの、ほんとに、もう絶対ミスりませんので、ほんとに、お願いします。もう一回だけ。ミスったこと起こってるんちゃうで。え、違うんですか？全然違うで。え、もう一回。あ、ちょっとほんとに、誰が突撃。何を謝ってんの？はい。何をやねん。なんか、別にこうやってしまったことを自分で何とかするんじゃなくて、その適当に埋め立てて逃げ出してすいませんでした。よし、入れ。ありがとうございます。ありがとうございます。優しいな。よし、みんなでやろうか。やろうか。じゃあ僕水汲んできますね。いや、苦しくなったな。